これから行われる大会ですね、第64回秋田県高等学校男女新人バスケットボール選手権大会、新人東北大会予選ですね。今週に金曜日20日から行われます。男子のブロック出ています、こちらです。はい、 A ブロックに能代鍵、そして C ブロックに中村さん注目の秋田工業いますね。そうだね、これね、県北中央3地区あるんですけど、そこからベスト4のチームが出てきて、こういう組み合わせになっていくと思います。ちょうど例えば能代、横手、秋田西、北、南、地方でしょ、そういうふうな形になっていくと思います、その中でやはりどのぐらいの仲間チームが出てくるか、ここは中村さんに聞かないと分かんないです ね、どうですか中村さん、これ終わる、分かんない、これ終わってから行ってるの、小松先生に秋田工業、ね、それでこれ終わってから今、いや今週ちょっと暇だったから、ちょっとと思ったけど俺が行ってな、なんか大会前だからやめようって、この大会を見てから結果を見てからやろうって、やるよ、面白い、やる気満々だよ来週の月曜日楽しいな、そうですね来週月曜日まだでも日曜日には、はい、結果出てるんで、だからそれはこれはどうでもいいの俺は、加藤が負けようが、この結果を見てから、ね、どう指導していくかなっていう、練るわけですね、作戦を頑張るぞ、能代科学技術はどうなんですか今年というか、新人の人たちいいって、へえ、強いんだ、でも八王子って吉田っていうのが3年生で今帰ってきてるわけだ、家にいて練習しなきゃダメだから、大学行ってやるから、日体行ってやるから、だから秋田工業も行ったって、能代にも行ったって、でどっちが強いって能代の方でしょ、わあ、そうなんだ、メンバー的には能代の方かなって、ただ大きいのがいないから、お互いにな、それで俺が秋田工業を時々見たら勝てそうかったら勝てると思います。へえ、吉田かわいいもん吉田時選手ですね、そう俺の顧問みたいだもんな、時って、私学の国学館高校も D ブロックに入ってきていますね今日からしだしたの、先生がいて、なかなか選手が行ってるよ、集めてるんだ、俺の知ってるのも何人かいる、こうで、ちょっと大注目の新人戦ですね、あとは北南な、はいはい、B ブロックに入ってますね、南も悪くないですよ、メンバー的には悪くない、ここもそれこそあれだ、市議の田口の1年先輩で名王で、それが先生だって言うから言ってましたね、そう、小松さんお前がいい加減やったら俺は、ね、南に行くぞ言ってましたね、特別対談の時ね、南もいいってメンバー的にはなかなかのメンバーが集まってるんだ、20日金曜日から22日日曜日まで全てリーグ戦で開催されるということですので、結果ね楽しみです。来週この結果について振り返っていきます。そして続いての話題、ジュニアウィンターカップも1月前半に行われていました。秋田県からは男子は能代バスケットボールアカデミー、そして女子は秋田ノーザンハピネッツの U15 が出場しました。そして男子の注目チーム、新潟県代表チームカズいやカズさん、もうほとんど行ってないけどな、コロナで3年間ぐらいだ、新潟特にうるさかった、もう全然それで、ね、カズさんのゆかりのある先生たちが集めた生徒さんということですよね。そう、小林徹と、それから近藤さんって民の会長がいるの、それから井口っていうの、この民の指導者、この3人がチーム作ってる。それぞれの結果もあるんですけれども、チームカズはまず1回戦は勝ちましたそして2回戦でですね、強豪三重のメリノール中学と当たり、結果がこちらです、ね、これな、外国人たちだな、これはもう最初から言ってたな、
はい、中層帯でもね強かったメリノチーム数って言うんだからなでも中村さんは不在なんですよねこのウィンター、はい、ジュニアウィンターカップの時はね、はい、まあでもいずれまた指導とかにも行かれるかもしれない行きますやがては チーム勝つかなちゃんとあのユニフォームとかも中村さん持ってらっしゃるんですよね。あるのちゃんとこれ着てくれよ。そうですね、かつて本当ね八王子でね、うん、埼玉から来たガードでいいのガードシューターで、うん、名前なんていうんだって言ったらなんとかってそれ下の方があったら勝利、うん、勝利っていうの最高だよな勝利君名前勝利ジャニーズにもいますけどね。本当です。勝利くん、すごいです、ね。なかなかだ。勝負強い感じが、ね。いいシューターでね。へえ、うん。この子もいい子で、うん、賢くて、あ、なんかみんな賢いのいいな。やっぱり、やっぱり頭を鼻垂らしてるのはダメだな。はい、こちらのジュニアウィンターカップで秋田の男子代表で能代バスケットボールアカデミーはベスト16で今大会を終えています。これいいチームだったんだよ。あ、そうなんですね。柿崎ってね能代工業を海がやってて、うん、なかなかいいチームでバランスが良くてな、はい、3回戦で横浜 B コルセアーズアンダー15に惜しかったな、はい、これはねB コルが準優勝だそうです、うん、この大会では。あ、本当、うん、あれは強かったんだ。いやでも惜しい。やっぱり能代もね、うん、ちょっとあのこう普通の民放で映像が出てきて、うん、こうやってこうちょっと見てるだけで、うん、おいいチームって、うん、なかなか、うん、特にポイントガードがいい、うん、素晴らしい、うん、ほうほうちっちゃいんだけど、うん、横手の子、へ、それからキャプテン87-8のは、うん、湯沢の子って能代に行ってんだ。へー、すごい。これね能代工業を再建するために作ったんだ最初、うん、けどその選手たちが誰も能代工業に行かない、そうなんだ、行かないで、そうなんだ、ほとんどあれ明星くんじゃないか、これもしかしたら。うわー、そうなんだ、県外なんだ、うん、なかなか映像見たらね、うん、いや気に入ったな、あの子。へー、あのガードのチビはうまい、横手のね。ジュニアウィンターカップ、あのバスケットライブでもあの見逃し配信されていますので。なんともいないな、あの古川のセッターな、あれもな、バレーですか、バレーのお話ですね。本当な、なんかこう見ると秋田に素材やっぱいるんだ、スポーツはな。小松、なんとかするぞディレクターに話しかけてますけど、小松、そうな、いや小松つながりでな、うん、秋田工業な、はい、ね、秋田工業も楽しみですけども、こういったやっぱり中学生の皆さんの頑張りもね、うん、嬉しいですね。そうね、はい、引き続き、未来ある子どもたちの応援も椎名ちゃんではしていきますので、皆さん注目をよろしくお願いいたします、うん。